やで。やってまいりました。衣装も変わり、気分もガラッと変わり、楽しんできます。お願いします。すごい、めっちゃ楽しいです。最高。なんか緊張じゃなくてめっちゃ楽しい。なんかテンション上がります。今日ここで EJ の皆さんがいざ ZOZO マリンスタジオに入った姿を見て、こんなにもたくさんの EJ の方に愛されてるんだなってすごく思うと、すごい幸せ、幸をすごく感じました。本当に皆さんのおかげです。本当に本当にありがとうございます。はい、ですね、今日は EJ の皆さんの前でこうやってたくさん楽しいパフォーマンスすることができて本当に本当に嬉しかったし、もうね、EJ は私たちの宝物だなって本当に思いました。 Love you! はい、今回は初めての野外ワッピーをしていきたいなと思います。せーの、ワッピーワッピー。3、2、1。私が
やったことがあるものここですか？みんなが聞いてるところではなさそうです。もうやるものですか？はい。スポーツですか？はい、私もスポーツです。スポーツですね。おみんなが思うイメージの色は緑ね。あーない。ちゃんとうまく言ってね。簡単かな。だしチームによって色がたくさんある。目の前を見てごらん。あ、目の前を見てごらん。大きいとすぎる。これごめん、本当にごめん、本当に結構言おうか迷ったけど、キョロキョロさせてみて。そしたら見やすい目の。あ、わかった。はい。テニス。え、にゃ、え、あんちゃんバドミン、バドミントン。なんなの？せーの、じゃん、やったー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 。早くなったみたいな。テニスのテニス。トーナメント戦、あやかとリオで行いたいと思います。よっさんに一緒じゃん。美味しいですか？はい。これは食べ物ですか？はい。こちらは麺類です。麺、ご飯、パン、これですか？そんなご飯の時もあるし、麺の時もある。難しい。 OK？ うん。私は焼きそば。私はプデチゲ。3、2、1。はい、はい。おわリクジョー。
ゃあお題オープン。ダランダラン。これは食べ物ですか？はい。これは私の好きな食べ物ですか？まあ、好きなんじゃない？うん。やばいやばい。分かった気がする。ちょっと待って、どうしよう。夏に食べることが多いですか？冬に食べることが多いですか？え、いつでも食べれます。いつ食べますか？朝が多いかな。パーパーなんだ、まあ、確かに。一回じゃ一回。一斉ので出てみた。一斉ので。カルミチム。カルミチム。キンパ。正解。はい、正解。アウト。はい。チンタクでした。ねえ、似てるやん。チム合ってるやん。じゃあ違う。カルミチムじゃ違う。一人ずつに自分の一番好きな食べ物を体と顔で表現してください。むずっ。おにぎりみたいな。あーなるほどね。ポテト。おーおー、いいやんやね。最近ハマってるマズ。いいね。野菜。最終日のZOZOマリンスタジアム2日目なんですけど、7月の佐賀から始まってもうここまで来たのかっていう感じと、今日で終わっちゃうんだなっていうすごい寂しい気持ちもいっぱいなんですけど、今日最高に楽しんで次のねステージで皆さんにお会いできるまで今日も頑張っていきたいなと思います。塩分チャージバッチリです。あとはステージに立って笑うだけ。笑うだけ。今日もファイナル楽しんで笑顔で終わるように頑張ります。泣きません、多分。
中と会えて本当に幸せでした。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さらに20と20の絆が深まったし、29人の絆もさらに皆さんのおかげで深まったと思います。もう20も20も最高。ありがとう。大好き。20しか勝たん。本当に今日はサプライズとかもあったんですけど、本当に20の皆さんが20をどれだけ愛してくださってるのかもすごく伝わりましたし、もうこれを私たちがちゃんと胸に噛みしめてまた恩返しできるように頑張るので、それまで待っててください。今日は本当にありがとうございました。